中倉孝道は、フリーアナウンサー。TBS スパークル所属。神奈川県立校南大高等学校、中央大学理工学部電気電子、情報通信工学科卒業、中央大学大学院理工学研究科電気電子、情報通信工学専攻博士前期課程修了後、2002年 NHK 入局。福岡放送局、宮崎放送局、松山放送局、NHK ラジオセンターを勤務し、2015年3月22日付で退職。2015年4月1日より、半年間東京メトロポリタンテレビジョンの東京 MX ニュース18時内キャスターを担当した。2016年6月より、マオのドドンパでは、ナレーションのほか、金曜日の平野レミアスカの嫁姑クッキング道コーナー内で、進行及び平野レミと和田明日香の料理を試食、判定する、判定員を担当。2017年11月14日、マツコの知らない世界に柿ピー研究家として出演。2018年8月18日、大野聖太郎の楽園ラジオパワー全開。勢い太郎の人生劇場コーナーに柿ピー研究家として出演。公式ホームページ2015年3月22日付の本人、Facebook 東京 MX プレスリリース2015年3月23日、人を温かい気持ちにさせるパーソナリティ新番組、A&G リクエストアワーあすみかなの君待ち。発表記者会見レポート、ニジースタ、2017年3月13日シェフ、NHK を退職し、柿ピー研究家になった男性アナの偏愛が異色すぎる。NHK では素晴らしさを伝えられなかった。週プレニュース、集英社。2018年8月3日閲覧。2015年3月22日付の本人、Facebook。ありがとうございます。